忘れ物で戻ったべ、うん、今一回来てん、最高。5月30日61歳のおじさんと、もう少し、あれ、もうちょっとだった。もう一個ありました。これ上見えてますね。これは崖崩れでそのうち道がなくなりますね。
はい、着きました。よし、ちょっと、あーもう少しだ、頑張れ、あ頑張れ、牧草さんの頑張り見えた、やったー、着いたー、あー着きました。はい、食うとき大変だった、雪、お姉さん雪でテクテクずっとおります。雪でテクずっとおります。あ、あった。この辺でタケノコトッペは。あー着いた。よし、お湯沸かそう。ただいまの時刻。何時？21時28分。早いね。木蔵さんはタケノコが有名です。木蔵だけ、まあここの笹だけはほとんど笹が青を告げてるんで、どこを開いてもタケノコがあります。じゃあちょっと見てみましょうか。あ、もうね、伸びきったタケノコがあります。この道路沿いの子やってみると、はい、これよし、タケノコですね。はい、これ2本3本、はい、これもとタケノコが取れますね。これを根元を切って先っちょを向いて食べるんですね。ボブキャットおじさんはもう止まらなかったですね。やめないかったですね。まあ俺もやめないんですけどね。うわ、いっぱいなりすぎてね。今日はタケノコ汁ですね。道を管理してくれてる人ありがとう。皆さん運転してる車、タイヤ、わかりますよね、タイヤ、タイヤにチューブ入ってないの知ってましたか？知らない人が多いんでね。東根のお兄ちゃんも青田のおばさんも知らないでしょうね。タイヤにはチューブが入ってません。以上です。タケノコ取り来てる人いますね。あー NHK だ。おっ、すげえ、車ボロボロなんじゃない。あんな車で来るすごいね。お前の車でも来る。やだ、
ちゃくちゃ怖いです。